笑っちゃうのか。そうですね、結構来始めると来るみたいな、ね、そうなんですよ。一発目で、一発目ニンニクスペシャルだ、朝抜き。ニンニクスペシャルは朝抜き、朝抜き。さあ、じゃあね、香りのいい辛いところね、ニンニクスペシャル。さあ、まずはこちら四国さぬきの名産物、八千草の木一本、辛口のナンバーワン、鷹の爪の純物に、これ尊い薬剤のみかん、陳皮から。さあ、磯の香りを味わいましょう。江戸松葉のりからこれにごま。さあ、ニンニクが入ると山椒が入りません。朝の実抜いて生の唐辛子をごまの油で焼きました。長野県からは善光寺さんの名産物、これね、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、磯の香りから海苔の香り特製、これにね、ごまの香り、これにね、ニンニクの味、香りを加えていきましょう。さあ、作り置きで詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ、風味一番からで、ニンニクね、たっぷり入った。さあ、さらに海苔の香り。さあ、風味一番、今日はね、もう焼けくそだ。もう一杯ね、辛いところ。さあね、おまけだ、ね、ありがとうございます。じゃあね、ニンニクスペシャル、これ朝のみにくになります、はい、朝晩飲みと汁からおしんこ、鍋物、煮物からおうどん、おそば、あらゆるこちら季節のお料理物用として美味しく召し上がります。さあ、七味唐辛子は風味から香り、香りからまた風味で味わいましょう。秘伝の香り、江戸の香りから薬用七味唐辛子7色、甘い辛いはお好みで調合いたします。まあ、製造直売の品物となっております。美味しくね、召し上がってください、はい。まあ、ご近所へのお使い物用から遠いご親戚へのお土産物、贈り物、何に使われても喜ばれます秘伝の香り7色。まあ、各地の名産物、名産品となっております。風味とね、香りで味わってください。秘伝の香りから、こちら1000円ですね、はい、はい、どうもありがとうございます。はい、どうも、どうも、毎度、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい入れてもらってさ、いっぱい入った。さあ、お兄さんもよかったらね、増量中、増量中。さて、何にかけていただこうかな。ん、なんだこの行列は。箸巻きだ、うまそう。うまげな食品サンプル、かなり持ってかれるな。これにかけたら絶対うまいよね。昨夜から何も食ってないから、この絵はやばいよ。これに目玉焼きトッピングは反則だろう。何も乗せてないノーマルは300円か、安いな。よし、決まった。すいません、そしたら目玉乗せ、はい、400円です。いつもなら一番安いのだけど、今日は奮発した。なんか YouTuber がなんかする。そうっす。はい、ありがとうございます。目玉乗せですね。はい、私の箸巻きできた。しかし、祭りは食べるところがなくていつも苦労するんだよ。あ、姉さんの屋台裏があった。今日はここを撮影地とする。しょっぱなからついてねえよ。直さねんかい。うん、うまい。味はほぼお好み焼きだけど、この雰囲気で食べるとうまい。落ちた卵をリカバリーする。箸抜いちゃったらもう箸巻きじゃないけどね。うん、うまい。目玉のせにして正解。あるとないとじゃ大違い。もう止まらねえじゃん。食べ応えあるな。かけるの忘れてた。危ね危ね。
親方の出来たて七味かける、食べこぼし、食べる前から間違いない。うまい、出来たてだから風味が鮮烈、最高。箸巻きとニンニク七味合うな。そうそう、食べこぼしたやつも拾ってくれ。あっという間に最後の一口、最後にもう一度目に焼き付けて、箸巻きも七味もうまかった。お祭りってやっぱりいいな。極めて満足、うまかった、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こういうチャンネルでやってますんで、よろしくお願いします。ああ、七味の人だ、七味の人だ。あ、よかった、よかった。あ、ところの。あ、そうです、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、よし。どうも、ごちそうさまでした。ちょっと待ってます。3000円以上買い上げで希望する方に親方のキラキラステッカープレゼント、詳細はこの動画の説明欄に記載してあります。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。